こんばんは。今日は24日金曜日です。皆さん今日も一日お疲れ様です。今日はすごくムシムシしていました。ね、めっちゃ暑かったです。今日は半袖にしました。半袖、ワンピース。明日は池袋アニメイト、池袋アニメイト、アニメイト池袋、アニメイト池袋、明日はアニメイト池袋本店9階にて、STU48 かけるアニメイト STU48 応援フェアの抽選サイン会があります。多分ね。何？びっくり。当選された方にだけね、こう時間とかいろいろメールが送られてると思うので、うん、あのちゃんと時間確認してください。あのマジで行って、あれ？ソラが終わってるとか。あ、もう違うメンバーの例になってるとかなるかもしれないので、はい、結構間隔がなんか短めらしいので、もう時間を間違えないようよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。今日映りいいかもしれない。こんばんは。こんばんは。ね、指ハートのギフトとかあるの。ね、びっくりだよね。すごい。めっちゃ現れるよね。こんばんは。いっぱいチューされる。やばい、どうしよう。そうなのね。ごめん。嬉しい。ダメだよ、でもいろんな人に、知らない人とかにさ、こう歩いてる時にさ、チューしちゃダメだよ。気をつけない。誰がする誰がするね。だからもうこのさ、ショールームでさ、チューのギフト見すぎてやばい、チューしたくなった。ちょっとこうすれ違いにチュッとかしても大変だからダメだよ。誰がするねん。ね。こんばんは。ダメだよ、ダメなのじゃないの、ダメだよ、もう。もうピピピピピってなるから。ピピ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 。そう、今日は一緒に、今日は今日も一緒にいます。そう、シナのソラハです。シナノと一緒にいます。え、誰？呼び捨てしてきたの？私。あ、何？わだせです。お先のセリカちゃん。お先のセリカです。お先のセリカはカツオのたたきを食べましたよ。サラハはマグロのたたきと、ん、マグロのすり身とサーモンのたたき、うん、カテされてるやつのマグロとサーモン食べました。あとここは鶏五目おにぎりがあります。最高。からはちっちゃなカップ麺がありますと、あと、もうシナノソラハ毎回東京とかに来るたんびに、あのスーパーでね、お刺身を買うんですよ。はい。で、お刺身を買うと、あのやっぱり醤油が必要じゃないですか。で、醤油が入ってるお刺身もあれば入ってないお刺身もあるんですよ。で、大体入ってない時ってわさびと醤油がこう無料で一つお取りくださいみたいなあれじゃないですか。で、なんか私がよく行く東京のスーパーはそれがなくって、醤油が。でも毎度毎度なんかうわーってなって、結果コンビニのなんか醤油がついてるお刺身とか買ったりして、ちょっと頑張って補ってるんですけど、今日もなかったわけですよ、うん、で、もうこれはまた醤油を買わん、どっかしらで買わないといけないと思って、いやでもまた今後こういうことがいっぱいあるかもと思って、この可愛すぎるミニ醤油を買ったんですよ。で、これ140円か30円ぐらいだったんですけど、このミニ醤油を買って、本当もうお手手サイズなので、もうこれからいっぱい持ち歩こうと思うんですけど、レジ終わった後にレジの横になんかソースと醤油があって、お取りくださいみたいな、うん、その刺身とか寿司買った方はぜひお取りくださいみたいな、置いてあって、いやそこにあるみたいな、そこちゃうやん絶対にってなって、もう買ったのに、せっかく140円払って買ったのに、これを買ったそうです。買ったのに、そんな最後の最後に出してくるとは。醤油くっそーってなりました。キッコーマン絶対これみんな引っかかってると思って、
そうレジ横パターン、しかもレジあの前じゃなくてもうピッて終わって商品を詰めるところなんですよ。売り場にあってよ。絶対これみんな経験してる。でもまあまあ、残念だって。でも私本当にこう遠征の時とかめっちゃお刺身買うので、もうこれも持ち歩くし、あの、まあ、メンバーが困ってる時やったら貸すので、ぜひ醤油欲しい方言ってください、はい、減塩のにしようかなと思ったんだけど、なんかこれめっちゃね本当にカバンにも入るサイズなんですよ。だからまあ持ち歩き便利だなと思って、はい、なので私に言ってくれれば持ち歩くものはこのミンティアとこのシャーイ。分かりました。なんか配信がブツブツ鳴る。私どうしてんの、あれしてる、つなげてとても素敵だ ね、途切れちゃう。そうそう、お刺身コーナーにあるんですよ、お醤油ね。なかった、私が大好きなマックスバリューあるんですけどね。だから私お刺身コーナーにじゃなかったから、お惣菜コーナーのお寿司コーナーにいたんですけど、まず根本的にお寿司が売ってなくてニョンってなって、うん、そう、もう調味料コーナーにて醤油買っちゃいました。アニメ通りに池袋のおしゃれなカフェに行きますって、わいいな、いいな、連れてって。なんかね、池袋にチュロスの美味しそうな店があるんですよ。チュロス行きたい、行ってみたい。あと小籠包、私が3年前ぐらいから行きたい小籠包屋さんが池袋駅の北口、何口、サンシャインじゃない側の方に小籠包屋さん、有名な小籠包屋さんあって、そこも行ってみたい、うん、でも私たちは行けないので誰か代わりに行ってください。明日一人で私たちは東京、初、気をつけてきてね、待ってる。明日はね、私たちは出歩いたりはできないので、そうなので明日また朝インスタグラムに載せちゃうね、東京グルメ。東京過去のやつもいっぱい、東京に私が一人で旅行した時のやつとか載せようかな。東京池袋は前に行ったセサミストリートのカフェがあります。つい最近行った、ね、セサミストリートカフェかな、うん、サンシャインにある。東京グルメ明日教えるね、インスタストーリー見てね。池袋なんか抹茶のねカフェとか行ったことある。それこそ去年2年前か、あもうどうだろう、店あるかわかんないけど、舞台で1ヶ月東京いるときにね、ゆりさんとかと行ったカフェとかもちょっと遡って調べています。明日何人来るかわからないです、何にもわからん、詳細何も知りません。明日多分行って説明があると思う。ね、あれは出とったよね。なんか。公式のちょっと。台湾、あ、小籠包、小籠包の店は長山なんちゃらかんちゃらみたいな名前です。私が3年前から気になってるやつ。長山、長なんちゃらなんちゃらみたいな。池袋駅の近くにあるやつ。ずっと気になってます、焼き小籠包。多分すぐ出てくる、池袋小籠包って調べたら出てくる。行きたい、ね、そう、なんちゃらかんちゃら長山か長なんちゃら小籠包。ポーコトン LINE 見ようか、 Google マップ見てみ見てみ小籠包、あ、それ長生生鮮甘味、それちょっと読めれん、それ読めれん、長生、全然山じゃなかった、それです。栄生なんちゃらみたいな、あ、栄生なの、わかんない、あれアニメイトさんの小籠包食べたい、誰か代わりに食べて食レポしてください。あ、あれだ、あのミニキャライラストのオリジナルブロマイドにサインを書くっていうことしかわかんない、うん、そうなの、
本当に何もわからない、ドキドキ緊張です。サインを書きます。そうだよ、サインを書きます。マジで久しぶり、マジで5年ぶりぐらいにみんなの前でサインを書く。やばい、生で書くの久しぶりすぎて緊張する。私初めてかも。あ、いや違うわ、スペイベのサイン会ぶりだ。あー確かにあったんか、結構2期生ちゃん、うん、そう2期生はスペイベで、多分私物サイン会、多分5年ぶりぐらい。やばい、ドキドキ。私も言うて3年ぶりとか。キャー、この中 AKB、 違う、それはないな。大好きな人ぶりか、大好きな人ぶりなので、でも5年とかか、うん、5年ぶりに書く、正方形の色紙にサイン書いたぶりだから、うん、うわドキドキ。よろしくお願いします。中学生ってことえ嘘やん、明日のサインがあるからチェキスルーしちゃったの。5年前、15歳。明日よろしくお願いいたします。中3とか、ありがとう。中3ぶりとかじゃない、みんな自分の中でちゃんと優先順位つけてて大事です。それは確かに STA の、あ、そっか、あれもこれもは大変や。池袋であったね。私もあれもこれもってなったらもう生きていけなくなっちゃうから、私生活の方が大事。16歳の時にサインしとる、しとる、しとった。ほう、スーさんね。そうだよ、そう、その場で徳島ヒル、そう、よろしく、ツアーよろしく。みんな伸ばさないでね。嬉しい、ペチャとか触ってみたいな。トリュフ、最近広島にトリュフが乗ってるチーズケーキ屋さんができてた。食べたことない、まだ。トリュフ、トリュフは大人の味や。サイン伸ばさないでね。明日ドキドキ、めっちゃドキドキ。髪の毛どうしよう。ブロマイドです、ブロマイドに書きます。ミニキャラの、あのだけど自分の顔じゃ、自分の顔を、顔めっちゃ、うん、めっちゃめっちゃめっちゃ可愛くしてもらったミニキャラのやつにサイン書く。風を待つの握手会か、サンシャイン。やったね、やった、やったね、展示会やったね、 STU の展示会とか。そうだよ、夫婦してね、みんな本当にサイン書き立てほやほやだとね、あの、の伸びちゃったりするから。そう、え、明日衣装、うん、衣装だって。衣装だよでも衣装だと思って、もう服、うん、これでも全然出れる。まだこれ数回しか着てない、キャワキャワワンピース。どうなんだろうね髪型は。でもどうなんでしょう、アルバムのイベントじゃないからアルバムの髪型でもないと思うし、今更10枚目シングルの髪型でとかもないと思うから、なんでもいけそうな気はしてるけど、どうなんでしょうか、わからん。ソラハアリちゃんでんだった、ほんと。あ、そう、一緒にやってた昔ね。嬉しい、そんな昔のこと覚えてくださってる。ソラハがまだ子供だったわ、学生とかや。今は何歳なの。20歳、若いね。あと3ヶ月で21。タンプレまだ決めてない。パちゃんの心が欲しいなパーコの心が欲しいですね。心臓じゃなくて心臓、最近好きっていうのが全然わからないから。気持ちが欲しいって、うん、っていう気持ちが欲しいです。
最近みんなからの好きもなんか、で好きってファンの方とかにも言われとってもなんか嘘だって思ってしまうよね、うん、最近ねえそう嘘だってなるの。みんなが好きだよとかここいいよとか褒めてくれてもいや嘘だっていう時期、うん、いっぱい伝えてくれてるけど、うん、なんかあるよなそういう時。絶対他の子のこと好きになるんだとか思っちゃう。あ激おもな激おもな僕の好きは水素より軽いよ軽いんだ、軽いのダメだよ。こんにちはぐらいのやばいよ、激おもじゃないとダメだよ私は。チャララチャララチャララドゥンドゥルンドゥ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 ン、こんばんは。わいっぱいだから明日愛を伝えてください。直接私もイエーイ好き好きってどんな感じですか。好きっていうのは、うん、もうその人のことしか考えられないんだもうその人が他の子とかと喋ってたらそれだけで、うん、うーってなる。恋やんそれ。え違う好き違う好き好き好きちょっと調べてみよう。うん好きとはちょっとサファリさんにやってみるな。うん、サファリさんに聞いてみて。すき焼きってなんですき焼きって言うんだろう。それも聞いてみて。好きとは好きとは好きとは気に入ること、うん、心惹かれることが事務所でよく出事務所じゃないか事務所辞書でよく出てくるんだって。ほう好きとはどんな心理？人間関係において相手を素敵だな、面白いなと気に入ること、そしてなんだかついつい考えてしまうといったように自然に心惹かれている状態のことを言うらしいよ、うん、ほうみんなソラハのことそうかな。好きの上で焼いたから好き焼き。じゃあもし全然違うやつの上で焼いたら違う名前やったんか。お、ソラハに対して思ってることだ。嬉しい。好き。そういう言葉待ってました。好きプシンたくなる。そうですよ。ソラハに思うこと本当に直接伝えてね明日。欲しがるでごめんね。好きやき。なんかね。それこそお話し会とかで一対一で話す機会がいっぱいある時ってやっぱみんながみんなの顔見れてみんなと喋れてソラハに会いに来てくれてるから鉄板焼きこうなんだろう好きっていうのが伝わるけど今ないじゃないですか。そば一対一で話せるのがだから多分マンホール焼き不安になってるんだと思う。なので伝えてください。最近そういう話してさなんかそういう直接聞くことがないからだってそうね公園とかも来てくださっとってもあ他の子見えたりしてるんかなって思ってしまうから。確かに実際見てるし実際見てるもんね。どんどんねフレッシュな子に行きたくなる気持ちもわかるけどそらもまだまだフレッシュだよ、ね、私だって話し会次は6月だよ。お話し会より先に握手会が来る。そうだよ私あと2週間後そっか早いもんね。一番6月8日です。やばいドキドキする。私は7月。みんなの手離さないんだからね。手汗が怖い。リコツとマーピに釣られないか心配だから釣られそうだなって思う方は、うん、あのグループじゃなくて個別で来てね
本当に釣られそうで不安な方は絶対ダメだからね。ツッ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 、ノン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 。毎回レーンですごい騒がしいと思う。だってね、もう一個のレーンがアイコネ、ヤンちゃん、さやかりんのよ。絶対うちのレーン忙しい。あと面だし、個別は多分ある気がするけどな。個別まとめ出しあるよ。ねえ、書いてたよね、なんか現場でみたいな。毎回あるからある気がするけど。そう、お話会代を伝えてください。そうよ、毎回声はないですよ。なんて言ったって人が足りないからね。誰か勧誘しないといけん。昨日頼んだのにね、始まる前にね、公演始まる前にあのサコの生誕祭でサコちゃんを前からに勧誘しようって、兼任してもらおうって言ったけど、してない。5人しかいないから、ね、そうなんですよ。どこのユニットもそうなんですよ。そう、今チャートリーぐらいかな、うん、四国もギリギリとかかな。サコはまたさんって来た、サコちゃん、サコちゃんね、ちょっと欲しいですなんでかっていうと、こうサコちゃんがいたら若くなる、うん、確かにそうだよ。だってあのノアピン以外は二十歳超えてますから、ね、そう、しかも最年長私いるし、まあ、でもノアピンが十何 5? 私の12下15、今年15。サコちゃん17やろ、うん、どういうことなの。恐ろしいよ。でもサーキちゃんとかが多分入るのね、元気実的に考えると、うん、わかんないけど入るそうだよね。なんかでもほぼマイカーみたいな聞いたことあるよ、性格が、うん、みんなマイカー、絶対マイカー以上にマイカーだと思う。そうだから、うちらがもうなくなるよ、ね、圧倒される、うん、やばい、喋らなくなる。楽屋でペコペコしてる。ミューポン、ミューポンね、多分ねスタジオな気がする。いや分からん、確かにマイカーではないかも、うん、あのひなさんの卒コンの時にモニカ踊っとって、めっちゃかっこよかった。え、モニカだよね、多分モニカ踊っとった気がする。マイカーじゃなさそうな気がするね。確かにサコちゃんが14じゃない、17なのびっくりだよね。うん、ね、びっくり早いね。あ、そうそう、バク転の子、そう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 、アメマさんでね。でもマイカー規模意外といるって噂には聞くけどね、わかんない、みんなノースリーブが、ノースリーブがいいのかっていうの、ノースリーブ嫌かもしんない、うん、なんでノースリーブ、今日もほぼノースリーブ、タンクトップみたいな、そうそうそう、難しい服装だけど、私は半袖にこのノースリーブみたいな着てる。ノースリーブ、ノースリーブ買ったよ今日、ノースリーブのトップス、うん、買いました。私が可愛いと思って使ってた。パーコイメージないノースリーブ。でも一緒に買ったもんね去年、ワンピース、うん、それで今日着てこようと思ったけど、さすがに寒いかなと思ってやめたよ。ノースリーブ、パーコからノースリーブのワンピースもらった、ジーンズ、あー、あげた。あれパーコはノースリーブとして着てないよね、うん、なんか下になんかつけた、もうすでにノースリーブ調達済み、いっぱいトップスとワンピース。そうです、気になる3期生、気になる3期生はもうでもいっぱいいるんだよね。最近はあのおしゃべりするようにしています。緊張するんですけど、私あの後輩とか関係なく同期も先輩も緊張するけど、いろんな人に喋りかけるようにしてる、頑張って見てる。えらい。でもいけない、あのベイベイが
まだいけれん、つかめん、うん、すごいベイベイしてるんですよ。リア中とは喋れます。すごい、うん、ね、この前のね、広島の時に、うん、まあ、先輩メンバーとかが鏡側の外から言ったら壁側に座って、うん、サンキちゃんが真ん中のなんか机に座ってたんですけど、うん、すごいすごかったです。パリ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 やってパリパリしてた、パリパリしたね。ねえ、うん、メイク動画貸してとか、え、これなんか変じゃないとか。ギャルだったすごい、じゃあ JK だった。そうそう、超 JK で、うわやっぱ脇ってすげえってなりました。でもまあ他のやっぱ先輩2期生さんとかはもう落ち着いてメイクしとって、え、なんかやっぱね、気ごとに違う。2期生が入ったばっかりの頃はもうずっとケータリングのなんか、え、2期生もパリピなイメージがあった、うん、3期はそんなことしてないよ。2期はもう2期で先輩の差し入れのとこまで行って、そう、食べないならもらっていいですかとか言って、そう、無理やりの5周年の時、5周年ツアー、5周年コンサートの時に、うん、なんか1期ドラさんと2期で楽屋が違って、でケータリングも別々だったんですよ、うん、で逆に私たち1期ドラさんは終わる前もバタバタしてたし、終わった後もそのなんかいろいろでそのケータリング行ってなかったんですよ、うん、と思ったらなんか2期生ちゃんがブワーって来て、なんか、え、先輩のもらっていいですか、なんか2期の方のケータリングなくなっちゃったんですって言われて、えんで、うちらでも食べてないのに、え、もういいよいいよどうぞどうぞって言って、そう、私たちの分も持ってってました。そうなの、やばいですよね。食べてないんだよ一気ださん、全然マジでほぼ皿みたいな、全然その食べてなかったのにほぼほぼ、そう、ニキさん、ニキちゃんがね、おもろかった、さすがに激ヤバ。2年前、人数は多分ほぼ同じぐらいの時期だよね、多分。あ、一気ださん2年前ってシングル何ぐらい、何やろ、花だれ？うん、花だれじゃない。花だれぐらいか。そうそう。みんながあの袋とか、あの袋もらえるんですけど、袋持って来てた。可愛かった。そう、めっちゃ食べよう。そう。うん、食のイメージ。仕入れすぐなくなってた。ニキもウェイウェイなイメージある。今は落ち着いてるよね。やっぱ大人になってるからみんな。その分。ドラさんはね、ずっとペコペコしてたかも。ペコペコ。そう、もうほん、でも加入してすぐもう先輩と一緒に、うん、まあ、前座とかで一緒になることあって、公演ももうありがたいことにすぐ一緒にデビューだったので、デビューとかやらせてもらってたから、うん、でもやっぱり喋れないイメージがお腹ペコペコって二人連続聞いてきた。お腹ペコペコ。でもなんか奇別の良さがあるなって思います。うん、2期はもう最初ずっと2期は2期だけって感じでした。レッスンも仕事も、うん、でもドラさんもよ、ドラさん、うん、合わないようになったよね、うちらも2期と先輩も、うん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 、レッスンとかもうすれ違わないように組まれてた。だから本当に先輩が広島にいるのかみたいな思ってた。違うとこに住んでるのかなとか思ってた。ずっと全然合わなかったです。ドラさんはね、逆に午前中に、でも私はその先輩のレッスンを見学しよったから毎回、うん、だからあっと勝手に会っとった人ないけど勝手に会っとった人、会っとった人、まあでもちゃんとマネージャーさんの許可取ってた。もう今はね、その時のマネージャーさんは誰一人いない。悲しい。時の流れを感じる。でもすごい見てた。だからその時ちょうどペダルをめっちゃやっとったんよ、先輩方が。うん。だからペダルを見よった。しかもダンスの先生もその時いらっしゃった方いるんやけど、うん、もう 今はいないんですけど、その先生とか。レッスン上も違かったんですけど。今までのレッスン動画、そう、昔のレッスン動画とか見たら全然違うところの、そうなんや、動画とかそこだったけど、しかもみんなレッスン着が良い、
そう、なんかもうみんなあれだった、部屋着みたいな、みたいな、うん、で T シャツはフェスとかの T シャツだ、みんなフェスの T シャツとかモノスリーブなんかおらんし、みんな半袖のインしてシェザーみんな一気裏さんはそれで、うん、黒と青ね、あの白で青のライン入ってるのと、うん、青で黒のラインと黒で、でもほぼみんな黒っていう、うん、うん、風のイメージ強い、そう、このびっくりした、それで知らなかったから、で後から知りました、そう、みんなで買いました、パパパパ、うん、血糖値爆上がりして、やばい、フリーズしてる？うん、自分の顔をなんで最近ダメなんですよね、なんかもうブズブチャイクブチャイクなの、もうデブです、もうデブなんです、おデブ、明日生で見てさ、もう弾かないでね、いつもステージ上でさ、遠いからあれだけどさ、近くになって、うわー顔やばい太ったって思っても口に出さないでね画面が、画面ってさ、なんかデブに映るって言うじゃん、いやいやいや、ダメです、なんか周りのメンバーさんが可愛すぎて、わかる、どん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 なんか泣いちゃう、わかる、ね、しかもみんなもっと会えただけで、いやそらもとは思うけど、周りのメンバーさんがガチ可愛いから、わかる、なんかもうなんでってなる、女置いてかんとって一緒に歩もうってなる歩もうってなる、マジでわかる、レッスンの時とか、だからメンバーみんなね、結構朝早い時とかすっぴんなんですでも私はみんなのすっぴんと自分の全力でメイクするだけでも全然もう負けなんですよね、だから私は朝9時からでも頑張って7時半とかに起きてメイクします、うん、偉い、前髪もしてね、うん、バッチバチよ、バッチ、でもやっぱ違うよね、レッスンでメイクしてない人してる日の、うん、なんか表情のさ勉強ができるじゃないですか、決め顔してもすっぴんだってなんか違うもん誰誰、いや優しい、ねえみんな優しい、前髪ナチュラルが好き、今日はどうですか、今日もガチガチですよ、いやでもみんなの思うさナチュラルとさ実際って違うかもしれないよね、あれよ、ね、ナチュラルメイクが一番時間かかるって世間的に言われてますからね、そうだよ、そうだよ、
私違うことを見ちゃった。インスタストーリー見てね、昨日の全身。あ、でもハイライトに入れたからまた見れるけど、全身、うん、全身。あ、見たよ見たよ。いいねも待ってる。私めっちゃいいね欄見る人間やから待ってる。あ、お風呂上がりね、お風呂上がりの前髪ね、お風呂上がりの前髪ナチュラルだったらもうオールバックじゃないですか理想と現実ですね。パーク降りとる、うん、違う、お風呂上がりドライヤーする前とか。あ、ドライヤーする前パークやばい、パークタオルが巻になってる。タオルをこうまずこうやってかぶって、これがタオルとしたらこれをタオルをこうやって、あのお母さんとかがよくあるこういうこういう持ち巾着みたいな感じで巻くんですよ、ちっちゃい頃から。パークマジでやばい、すごい。え、お母さんやと思ったもん、うん、私のナチュラルはそれ、こうやってタオルをこうやってかけて、こうやって持ち巾着。前髪でもないかも、分けてるかソフトクリーム頭にできちゃう、パーク。そうよ。パークパーク。何？ちょっと向こうで面白いことしてほしい。また？うん、やってほしい。ちょっといいよ、任せな。ちょっと今パークの話ちょっと元気出た。元気出た？うん、笑ったからちょっと向こうでさ。なんで元気ないの？え、元気はあるけど向こうで。元気あるの？元気あるけどちょっと向こうでなんかお笑いからさし。任せなさい。私に、うん。よろしく。どう？え、マジで最高。え、ほんまにね、普通に考えてさ、人のさ部屋のベッドの上ですることじゃないから。ああ、一仕事終わりました。あ、面白い。でんぐり返しに返した。そう、人のベッドの上でね。しかもお風呂入ってないけどね。だって笑かしてって言ったから、今日もなんかあっちでしてくれるんかと思って、あっちに寄ったらこっちに寄ったあっちもこっちも伝わらんから、うん、面白い。でんぐり返しをベッドの上で2回転あの一往復してくれました。面白い、うん、とネタ切れ最近結構笑かしてみたいなリクエストが最近多いので。そう、ちょっと面白くて言っちゃうんだよね。そうよ、何でも笑ってくれます。私の存在が多分おもろいんだと。え、存在失礼な。え、おもろないよ。存在可愛いよ。ほんとおもろいじゃない。おもろたでも昔の第一印象は、うん、第一印象ってか昔のね、その尾崎せりかちゃんっていう子の、うん、なんか人柄とかは、うん、めっちゃおとなしいね。うん、あれ見せてほしい、一緒に焼肉行った時のつまらなそうな顔。いや、あるよ、それもあるけどめちゃくちゃおとなしい、うん、ね、こうあんまりこう喋らない、そういうお笑いとかなんかそう一発ギャグとかもしないね、うん、もう超絶真面目で、こう変顔とかしない子だと思ってたら、うん、あの全然違いましためっちゃおもろいし、変顔めっちゃするし、一発芸もしてくれるし、あのするよ、もう全力変顔してくれるし、するよ。なんかソラハのせいで変わっちゃったんじゃないかと思う。ソラハのせいで変わったって言ってくるから、お母さんに昔からこういう性格だよねって聞いたら、うんって、うん、そうだよって言ってたので、ね、ただ単に心を開いてなかっただけだと思います。普通に、え、そうなんよね、パセね、うん、目合わん、え、マジでね、本当に初めて焼肉2人で行った時の写真この前出てきてマジでつまんなそうな顔してるし、ほんまによう行ったなって感じ、一緒にもう無理やり無理やり生かされたみたいな顔して肉焼いてる写真出てきて、え、まあ心配でさ、写真撮られるのがさ好きじゃなかった。え、そうなんです。なんか一緒にご飯行くたびに写真撮ってきて、なんでこの先輩いつも写真撮ってくるんだろうってずっと思ってて、で私人から写真撮られるのがさ最初の頃あんまり得意じゃなかったから緊張してて、どの辺だろう、あ、あった、見てほしい、マジで楽しくなさそうなの、マジで、マジで、マジで、え、みたいなねえ、アップしないで
あ、こう通知とかほらえみたいな、絶対に楽しくないやんみたいな、えせやんみたいな、えもうなんか、お肉もかわいそうに見えてくるみたいな。そう、肉焼いてる顔です。そう、肉焼いてマジでえみたいな、無表情だよね、うん、でもあの食べ放題行ってたから2時間ぐらいは一緒にいたよ。しかもその後とかは普通に歩いて帰ったりとか、そう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 、他のお店行ったりとかしてたんですけど、うん、でもこんなにでもさ、ほんまに仲良くなれると思ってなかったよね。うん、ありがとう、仲良くしてくれて。こちらこそだ。なんかね、その最近さ、自分の中でもドン引きすることがあって、うん、この前泣いたやん。うん、そう、え、マジで急に泣き出してなんか、パちゃん卒業しないよねみたいな、パちゃん卒業したらもうどうしようみたいな、泣き出して急に。なんかやっぱり今っていうか、まあ、結構去年ぐらいからいろんなメンバーさんが卒業されていってて、まあ、身近なメンバーさんだったり、うん、後輩ちゃんだったり、うん、先輩メンバーだったりが卒業していて、うん、この前真帆さんも卒業発表されたじゃないですか。はい、で、でなんかやっぱ不安になるやん春って、うん、でプラスこれファンの方には言ってないんやけど、うん、この前夢で、うん、とあるメンバーが卒業発表する夢を見たって言ったじゃないですか、それパセだったんですよ、うん、で私起きた瞬間パスに言って、うんうん、覚えてる、もう 3,4 回言ったよね。覚えてる、パちゃん卒業発表する夢見た、私寝起きで、うん何急に何と思って、そんでその後にその前波さんが卒業発表されて、でなんか怖くなって、うん、マス夢みたいなのあるやん、うん、ほんまに飽きることとか、うんうん、怖くなってそのまた違う日とかに泣いてるね。急になんかもうなんか多分いっぱいスケジュールとかも多分埋まっとったりとかして、うわーってなってた中で、多分睡眠不足だよ。そう、それでなんかだからっていうぐらいの存在になってるっていうか、こんなにも仲良くなってるのがすごいなって思う。そう、後輩ちゃんだしね。本当先週ぐらいじゃない？うん。先週ぐらいにそんな出来事がありました。え、なんか夢が花だれ公演でエディオンで公演したんですよ。うん、で、あの。あれお礼する前になんかちょっと待った、ここで、うん、そうここでお知らせがありますみたいに言われて、はぁみたいな、うん、で卒業しますみたいになって、はぁってなって、うん、聞いてないし、はぁどういうこと、意味がわからんってなって、そうで終わった後にあのもうね、なんか本当に涙も出んくて、もう意味がわからんすぎて、もう情報がついていかんくてね、うん、でなんでなんていうのも本人に言わないぐらい、うん、なんかもうなんでしかなくて、うん、でパッて起きたら横にパーコおって、うん、そう、はあ夢がってなって、で怖くてめっちゃ考えてないよねってめっちゃ問いただした、うん、でもう寝ぼけとるから、うん、はあはあ、そうで眠い、こっち眠たいのになんか朝からそのあはあマジで怖かった、シンプルに。身近な人がね、こんな立て続けに卒業されて、いや本当にそうよ、怖いもん。私もロスだよ、ロス、日々ロス、ロスにロスが重なっていくね、うん、どの卒業でやだよ。そう、夢ってなってもそれが本当にあるかもしれないか、ないよ、ね、ないよないことを祈る、ないよって言ってる人ほどあるもんね、わかる、うん、ないとか言ったらあるよね。スラハのないよはガチでね、本当だからよろしく、ないから全然大丈夫、大丈夫、まだしているよ、うん、逆にいさせてほしい、うん、マジでごめんけどね、大井田さん取ってほしい、そうなんや、ファンの人もうやめろよ、うん、新しい子に変えろってフレッシュさせてって言われても、ソラハがやめてくれんと、ソラハ以外の公演できないでしょとか思われても、そう思われても、うん、マジでごめんなさいっていう、毎公演で謝るから、ごめんなさい、これからも応援してください、そう、とりあえずはちょっとあのそんなことは言わず落ち着いてもらって、もうちょっと楽しんでもらっていや、そうだよね、しません、
すいません、もうさね、わかるよ。そう、もうずっとあの、うん、もうフレッシュフレッシュでフレッシュな子をとか言われたら、うん、いや毎日あのフレッシュになれるようにグレープフルーツ取るんでみたいな、もう中からフレッシュになるんでニックネームも変えないよ、フレッシュな感じに、うん、私パセリだから結構フレッシュよ。確かにね、うん、もう匂いも香水もフレッシュな匂いする全部フレッシュにするからいさせていさせてってなる。いさせてください。今日フレッシュから本当に良かったよ、ね、今日だってセーフセーフ、いつもないセーフセーフ。で声が大きかったらフレッシュに見えるよね。ハキハキしてるとか大事、マジで大事だと思う。マジでね、ハキハキ超ハキハキしてる自覚あるよ。でもシチューの中でうん、めっちゃハキハキしてる。トップ3には入ってると思う。うん、ハクハクハクやってハクハクしてない、ハキ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 メンバー、ハッピー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 マカロン。ソラパセどっちがアタックしたのだって。うん、ソラだよね。ソラハさん、ソラハさん、スタロー、なんだその呼び方は。スタローくんです。そう、スタローくんだよ。体育会系ソタローグッドだって。グーキュー、殴られたかも。違うよ、殴ってないよ。やだ、もう私もファンの方に嫌われるのが一番嫌だから。いやだ、そんな殴られたとか言わんで殴ってないか。怖いねから、そら日々ビクビクしてる。日々ビクビク。明日の注意点、明日は明日の注意点は水分補給をしっかりすること。いやそれも大事なんですけど、うん、あのシナのソラハ以外に行かないってことですね、注意点。今さら無理じゃないそれは。もう当選してる人は当選してるからね。多分それ落選の間違いだよ。ソラハ以外は当選してるわけ。もう行っちゃうから、ね、そりゃそんなことにしていいと思ってるの。明日はサイン会よ。あれだろうな、 X のおすすめでいっぱい流れてくるんだろうな。ソラハのファンの方が他のメンバーにも言ってる、なんかもらったっていうやつ流れてくるんだろうな。我慢して、そんなもうスクジョしてるんだからご褒美やん。そんな意見みんな行くんよ。もうダメ、もうもう知らない、知らん。ソタロウだけに来てください。ソタロウ楽しんでね。うん、楽しんできます。あのよくよくじゃない、なんていうの、いいイベントにして、また今後いろんな他のところとかでもできるようにね、今回来れない方はまた来れる機会作れるように頑張ってくるよ。明日小籠包の投稿が溢れそう。確かにやばい。あれ、あなたさっき小籠包屋でも会いましたよねって言って、パセリレーンで恋が始まっちゃうかもね。みんな落ち着いて、よろしくね。服装管理難しそう。ジメジメしてた今日。なんかムシムシ。晴れとったけど。え、あ、何？私のお腹を触ってきました。うん、え、静かだったけんこれで励まそうと思って当たっちゃった。なんかお腹触ってきました。もうごめんね。素肌触ってきます。素肌エッチだ、ね、雨は降らないと思う。けしからん、けしからん、けしからん、けしからん。明日は25度、今日は29度やったよ。どっちかった、今日29度、明日25度。ねえやばい、さっきからねまた出てきたの。またかゆかゆ、うん、僕やっぱチューブトップで生活せんといけんのかもしれん。どうしたらいいんだろうね、すぐ湿疹とか出ちゃうの。血液、やっぱもう一回検査しに行きな。うん、行きたい。内科、かゆ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 、内科。うん、食べるものじゃない、
うせやん。魚食べるものとか触れるもののなんか日光とかね。なんかでも昨日衣装だと思う、ね、衣装ですぐ出ちゃう、ね、悲しい。池袋そうだけこれだからさ、うん、あのフリパンとさ、うん、チューブトップで出てくださいってなったらどうする。うん、どうもできない。やばいよね。そりゃどうもできません。池袋はなんか美味しいお店がいっぱい出てきた。検索したらラーメンとか。ラーミョン、ラーミョン僕食べたい。ラーメンでもね今日ね、まずそば顔、ね、近すぎない顔。ラーメン食べたいなと思ったんだけどね、さすがにおデブちゃんになるな。明日みんなね直接会うのにむくみマックスマンで会って、うん、わこいつニンニクの匂いがとか思えてやだなと思って我慢したね。偉い我慢してた。え、そう明太子のやつ、つけ麺みたいなやつ、うん、中本もこの前見たよ。中本のお店初めて見た。この前僕辛いの苦手 ね、早く克服してね。昨日旨辛牛丼の食べただけで唇腫れたぜ。腫れたぜ腫れたぜ腫れたぜ。ラーメン食べたいね。ラーメン食べたい。そうちゃん明後日公園、そうちゃん公園に公園、うん、2個目バクリンさんとチオさんの生誕水アナゴさんみたいだとかない。ウグタ君、ウグタ君、うん、いっぱい笑かす。いけに、うん、笑わせてあげてねって。誰がソタロのこと。誰に。私が言われたの。うん、笑かしいなって。優しい。なんで落ち込んでんの今日そんな。え、落ち込んでないよ。今日元気なくない。元気あるよ。え、これ結構ガチで元気あるんだよ。そうなの、うん、中本ね、ラーメン屋さん多かった。あとなんかつけ麺とか多かった。五感っていうところのラーメンが美味しそうだった。五感なんかラーメン百選みたいなやつに選ばれましたみたいな出てきたよ。ラーミョン、この前一緒ラーメン行ったね。東京、東京のラーメン行った。モズだっけ、うん、モズっていうラーメン屋さんにこの前100に取り、100に下に取り、100に下に取り、モズ、モズの塩ラーメンと醤油ラーメン食べましたね。美味しかったです。マジボリューミーだったね。とっめちゃうまだったよ。めちゃもう満腹だったね。満腹ぷく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 。美味しかったん。有名な方々がいっぱい来られてるから、ね、サインがあったよね。あったよね、うん、ラーミョンミョン。私最近ねお好み焼き食べたいって言った数分後にびっくりドンキー食べたいとか言ってるよね、ずっと。寿司食べたい、焼肉食べたいってずっと言ってる。食べたい食べたい、あれもこれも。そうびっくりドンキー行きたいです。だってインスタで紹介してや。ビッグドギー、うん、いいよ。いいんだ。え、創業者ってどこ。創業県分からん。瀬戸内は太陽。違う気がする。マジ全国にあるもんだって。いや分からんよ。瀬戸内から発信して全国になったかもしれん。ダイソーみたいな。うん、そう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 。ダイソーすごくない。マジすごいよね。横川だっけ。だってさ韓国にもあるもんね。北海道なの。見て、二人とも言わなくても仲いいと思うけど、これからも仲良く二人で楽しみながらね。優しい優しい。最近ねバチってない。え、バチってないね。ええ、バチったバチった。昨日なんか昨日バチった、ね、あれバチってないよ。あれはバチってたよ。バチってないよ。私
は配信終わったってテレビ電話して、私お風呂入るからね、なんか入るな、置いてかないでよって言って怒られたね。そう、置いてった、なんか先に入ろうとするな、もう入れないから、もう疲れたとかって、入るよって、私がなんか水道出してたから音聞こえなくて、スピーカーのパーちゃん、パーちゃんってずっと呼ばれてて気づかなくて。そう、そうよ、パーちゃん最近ね、厳しい空に対して、厳しくないよ、昨日はそれで急に無言になったから、ソラハ、ソラハってずっと呼んで無視してきたので、無視ですかって言ったら、無視ですって言ったから、じゃあおやすみって言って電話切った。そう、ね、切られた。そうだよ、最近厳しい、厳しくないよ、厳しいよ、厳しくないよ、厳しいよ、それ朝日本じゃない厳しいの、だから言ってる、最近怖いって、怖くないよ、ねえ、何が怖いよ、なあ、みんな、すねすね。スネオじゃない、スネオとは言ってないよ、スネオやったか、スネオじゃない、何、私の中であなたは2番目です、いや3番目です、いや4番目です、いや5番目ですってことですか、それはもしかして、うん、え、なんだい、何よ、私の中での存在番号を言ってた今、存在番号一番です、一番だったシンプル、存在番号、もう初めから2番だった、何、2番です、3番です、いや4番です、いや5番です、ねえ、何の顔なの、カネチー、カネチーの顔、カナチー、カナチーチーチー、二人は付き合ってるの、みんなに言われるね、みんなに言われる、そうだよ、そうだよって言っても誰も信じてくれない、マジ信じてくれないんだよね、え、ガチだって付き合ってますよって言っても誰も信じないし、信じないくせに付き合ってるでしょって言ってくるから、そうだよって言ってもそうだから、もうじゃあ付き合ってません、そうよ、もう質問して質問に答えている、紐があるここに、全身取ってない、また服着た時に取りますね、今日取ったら、ホテルでねえねえ、さ、次はマスオさんみたいなのやる、あ、でもね、結婚してるかららしい、もう結婚できないんですよ ね、調べたよね結婚できるのか、どつき合ってるんでしょうねそうです、誰誰天才じゃないどつき合ってる、そうだよ、どつき合ってるのやばい、本当にどつき合いはおもろい、おもろいやん、付き合ってるの、おもろ、すごいね、ワードセンス、でもなんか調べたガチで、うん、ぷちゃんと一緒にないからってずっと言ってくれる、ん、うん、言ってないよ誰と間違えてるの誰と間違えてないよ、そんなこと言ってくる人いないもん、で、サラハが多分みんな言わせんようにバリアしてる、バリア、バリアね、小学生やん、バリ、ん、鬼ごっことかバリバリバリいるよね、いますわな、今日ってなんか金曜日でテレビなんかあるんかいね、あ
ナイトスクープっていつですか？東京ない？東京も？あ、私がこれ見たかったドラマだ。何？どんな？この子好きなんだよね。わかんない。何なんだろう、わかんないけど。かわいい。お顔がき。ドラママジで見てへん。私今のシーズン3、4個見たいやつあるのに。私もそう、録画だけ。刑事ドラマの録画がどんどん溜まってってます。やばい。今は特捜9と相棒が溜まってる。やばい。特捜9、相棒。あ、今日金曜ロードショー？あ、今日ないの？今日ない？終わった？あ、ないんか。今日ないの？次は何？そちゃんがパンダコパンダ見たいってずっと言ってるくない？パンダコパンダ。パンダコパンダが好きらしいです。マジでパンダコパンダ。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 パーパー。今日のお洋服はこっちが出てます。こっち。ちょっとこっち。かわちいね。え、待って、ジュラシックワールドやってんだって。マジか。何？ジュラシックワールド。ほんまじゃん。え、もう終わりじゃん。あ、あと1時間だ。あ、え、ユニバのやつ？あー、うんうんうん。のシンクベイって感じ。へ、これはジュラシックワールドの2かな。詳しいね。もうこれ何回も見てる。これ撮影、うわ、これめっちゃうるせえな、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 これ。え、この撮影の裏側みたいなのも見た。どうやってこれを撮ってるのか。あ、何？今日の洋服はお腹が出てます。マネージャーさんにこら、そんな服着てって怒られました。お腹、でもおへそは出てないです、これ。おへそ出てませんか？おへそ、ここだから。見せてあげて。こんな感じ、こんな感じ、こういう感じですね。あの、こんな感じ。これをこうやって出せば、普通の T シャツなんですけど、ちょっとスタイルがこれだと良くないので、キュッとします。ここにはね、シュッ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 って、このキュッと、はい、キュッとしてください。ちょっとね、いい感じになるんですよ。私はワンピース。本当はもうちょっとこれも行きたいんですけどね。可愛いです。で、これがなんかここが危ないらしくって、マネージャーさん曰く。うん、ちょっと危険です。だからうわってみたいに言われて、会った瞬間うっみたいな、うん。上も下も出て危ないって言われて。ママやん。ママですね。だから大丈夫です。見えてませんって言いました。ここ見えないようにしました。見えてたよでも今日。見えないね。今日見えてません。カフェ行ったら見えてませんよ。見えてないよね。見えてない。そうだよね。見えてなかったです。可愛いですこの服。パスの足。あ、今日メールで送ったか。そういうよ。AKB さんの衣装をお借りしましたっていうメールを今日送りました。え、それも送ったよ。え、それこうやってこうやって結ぶ、あの、つなぐの好き。指は痛い。ごめん。いち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 のち。見てませんからね。へそ。ジュラシックワールドってどんな話なの？ジュラシックワールドは、教えて。まず、一番もうジュラシックワールドっていうのを作ったんよ。うん、だからツアーみたいな感じで、うん、船で乗ってそこに行ったら。恐竜がいっぱいいるみたいな、だから水族館の恐竜バージョンみたいな。いつの時代の話の？え、ジュラシックワールドは最近の話。あ、そうなの。そのジュラシックパークが昔あったやつで、だからジュラシックパークもそれこそあのなんかさ、よくあるさ、こう、こういうやつにさ、蚊がの入っとってさ、化石みたいな、うん、で、めっちゃ昔の時代ので、その蚊から血液を取って、うん、それこそトカゲとかとその遺伝子組み合わせて恐竜をまず作ったんや、うん、でいろいろ教育させて覚えさせて、うん、でジュラシックパークっていうのを、うん、あの人工的に、そうそうそう、うん、で開園しよう、でその前にまず本当に開園しても大丈夫なのか確認してくださいってことで、なんか弁護士とか恐竜博士とかいろんな人を呼んで回ろうってなったんよ、うん、でってなった時にあの何？追ったヤギ
ギが、うん、そう餌用として追ったヤギがおらんくなっとったんよ、うん、えおらんどういうことってなったらティラノサウルスが食べとってだらもうその電線あるやんよく恐竜とか増えたらパッパッって、うん、あれもうブドゥ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 ってのもう取れとって、うん、もう出とってでこれはやばいやばいやばいみたいななんか、そっから物語がどんどん始まっていく。でもいい恐竜なんかそういう肉食の恐竜もいれば、うん、草食動物の本当に優しい恐竜もいたりするなんけど、うん、あ T-Rex だ T-Rex じゃヒヤヒヤハラハラみたいな。そうでワールドは、うん、逆にその昔パークがあって、うん、でもっとなんか安全性っていうかそのそパークを作った人を尊敬してる人みたいな、うん、なんか知り合いとかなんかいろいろってみたいなで作るんよ。でも逆に開くもう開いたんよ。開いてパークジュラシックワールドは開いてあでもなんか、うん、みたいなまた問題がトラブルが起きててんやわんやみたいな。そう詳しくは今日の放送をご覧ください。あこれはでもね違う関係ない。その後の話なんだよ。あそうなんだ。じゃあ毎回毎回解決するのにまたトラブルが起きるの。そうで逆にもう1そのワールドは、うん、もうグワーって感じで終わったんよ。グワーってワールドがもうほぼ、うん、さもうバイバイみたいな感じで綺麗だったのにもうぐちゃぐちゃになって終わったんよ、うんうん、えその恐竜たちはどうなったの。えだからもうだからそれこそこの炎のやつが始まりがもういろんなところに行ってるっていう、例えばキャンプしてるところに、うん、なんか 足音が聞こえるってなったら恐竜がおるとか鳥と一緒に、うん、あの飛ぶ鳥がおるとかから始まって、うん、でもうあ今に至る。そう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 。でなんか、うん、主に女性と男性がおるんよ11で、うん、でもう男性の方はもう恐竜から離れる、もうその一件があったから離れとったんよ、うん、でも女の人はやっぱ自分が作ったからどうにかして恐竜をみんなから助けないとみたいなで、なんかようわからん。これはでもねようわからんかった。これはマジでわからんかった。ちょっとそらも最後まで理解できんかった。女の子が首らしい、うん、うわね痛そう痛そう。ゴヤ見てゴヤ。これはでも助けようとしてるんよ。あそうなんや。そう怪我してるから助けようとしてる。優しい。でもこれは敵のところに入ってるんよ、うん、だから悪いやつらが恐竜を売って高値で売ろうとするんよ、うん、でその泣いとるやん恐竜売ろうとしとるだけど、えここれこのちっこい子おるやん、うん、が今手術しとる子、大きくなっとるんよ、で自分で育てとったんよ、ほら銃弾が入っとるんよ。最悪。でその敵チームがその売るためにバーン出て寝る寝るその間にトラック乗せる、うん、っていうところ。まだ売ってはないけど、うわーこれは新しい2人がね。あれブルーだよ。ピースケみたい。ピースケだっけ伸びたの。わかんないわかんないわかんない。ドラえもんのピースケめっちゃ見てる。ブルーえそうブルーだよね。これブルーだよね。あそうこれがなほんまにちょっとよくわからんのよね。女の子この女の子は誰なの。あねねジュラシックパークを作った博士がおる、うん、おじいちゃんがおるんやけど、うん、その友達がおるんよ。おじいちゃんみたいな。でそのおじいちゃんの子供の子供孫なんやけど、ここら辺の人はそのジュラシックワールドっていうかこの炎のやつで新しく出てきた人やけん、ちょろもあんまり理解できてないけど、うん、これがパパなんよ。これはでもパークから出てきてる博士。悪い人悪い人悪い人。いい人やと思っとったら悪い人になっとった。最悪。一番立ち悪い。そう最悪で。逆にジュラシックパーク作った時にいた人なんよ。えでも悪い方に行ってた。いつの間にか多分お金とかじゃないのか。それこそ最悪。恐竜バイバイしようとしてる人。最悪だよ裏切り者。えここもやばいよ。ここもやばい。ここもやばいよ。ここめっちゃ恐竜がおるよ。だから売るための恐竜がいっぱい保管されてるよね。そうこういうのヒヤヒヤする。隠れる。これ足音しちゃうやつじゃないこの。違うんですよ。ここほら見てほら。えやばいやばいやばい。モンスターズインクみたいな。ここ入っちゃダメなの。やだやだ危ないよ。怖すぎる。でバレちゃうの。
話聞いてただろうみたいになって、こっからもう、やばいよ、やばい、いっぱいちょっとなんか話しちゃった、嫌な人めっちゃ。そう、ジュラシックパークはね、小学4年生、小学じゃない、幼稚園ぐらいからずっと見てます。本当に嫌だね、裏切り者だって。本当に嫌だね、いっぱい話しちゃった。人間の良くないとこ詰まりまくってますね。でもこれはあれ、フィクション、あ、でもちょっとこういうね、恥ずかしいシーンあるこのワールドはちょっと恥ずかしいシーン結構ありがち。あー、パークもあったけど、うん、こっちの方が恥ずかしい。あら、親と見ると緊張するあら、青みたいなシーンある、あの恐竜のシーンも大事やけど、このなんか人間と人間のちょっとなんかワオみたいな、ワオワオ詳しい、ああそう、めっちゃ詳しい、すごい、結構話、なんかいろんな話題に詳しいです。いや、そんな、何でもいろんなジャンル詳しい。でも私本当にね、このね、ジュラシックワールド炎の王国やったっけな、うん、怖いよ、それ好きじゃないよ、怖くて、うん、めっちゃ怖い、いい、なんか感動的なシーンとかもあるんやけど、うん、怖いってなる、そんな悪いことしないでってなる、しないでって、うん、そうだよ、悪いことをするな。ブルーめっちゃ可愛い、そうなんですよ、ブルーいいよね、やだやだ、わかる、いやだね、なんか人間のようなところを見ると心が沈むからちょっとふんってなる。でもね、本当にね、かっこいいの、めっちゃすごいね、すごいね、なんかこの作り、なんていうの、撮り方というかリアリティというか、やっぱ外国の映画ってさ、うん、すごいね、うん、迫力あって、だってね、あの恐竜だってね、うん、ほんまにおるんよ、 CG じゃないんよ。え、そうなん、うん、え、ガチ、まあ、物によるけど、うん、ちゃんとガチの恐竜を作って、うん、え、ユニバみたいな、うん、もっと多分すごいリアリティあると思うけど、ちゃんと作ってってするらしいよ。まあもちろん CG のところとかもあると思うけど、構成とかで、すごい、すごいよね、大好きすぎて私めっちゃ 裏側みたいなやつもめっちゃ見る人や。初めて知る話、見たことないけん、そうだよ、興味が湧いたよ。ハリーポッターとか、うまいね説明、いや下手くそだよ。え、逆にね、聞いてほしい、昔こういうあらすじとか言うのが下手くそすぎて、うん、結果まで言っちゃってたのねだからめっちゃパパに怒られてただから映画、え、この映画見てほしいのとか今言っても、うん、いや、お前は最後まで言うから聞かん、うん、みたいに言われて、そう、めっちゃ怒られてた。いや、難しいよね、説明するの。そう、最後まで昔は言っちゃってたっぽい。私もショールームとかでさ、映画見に行きましたって言った時ネタバレ言いそうで、もう何も言えないもん。そうだよね、あらすじってむずくない？うん、難しいね。昔はほんまに全部言ってたらしい、だからパパに怒られる。だから今回のさ、コナンのやつもさ、うん、言いたくてしょうがなくて、うん、でもパパさ、それこそコナンとか漫画揃えるぐらい知っとるけど、やっぱ今大人になって仕事とかあるから見れてないわけで、うん、映画をもう全然何十年も見てないらしいよ。だから、いいじゃん、大事なとこだけ言うよって、うん、もうどうせ見ないでしょって言ったら、いや、いつか見るかもしれんから絶対に言うなって言われて、そう、でもお母さんは聞いてくれた、お母さんいいよって。ネタバレ？そう、二人で旅行してる時に、うん、言ってって言われて、言ったら、おい、いや、コナンはね、ラストまで言いたくなるよね。うん、そうなんだよね、言っちゃった。今はもう言わないよ、さすがに全部言わないんだけど。成長したの？そう、成長した。大人の階段登っちゃった。大人の階段登る。君はまだシンデレラさ。なんか音楽の授業でやった。こんばんは。また映画ハリーポッターも見ようね。ハリーポッター見たことない。のにめっちゃ乗り物乗ってる。ユニバ行くたびに最後になんか褒められる、よくやったみたいな、なんとかよ、何もしてないのにね。うん、私いつも
余韻に耐えながら乗って右うんうんうんとか言って乗ってる。そう、今日はスマホスタンドじゃないから机に置いて配信してるんですよ、こうやって。だからこう高さがね、高さが私普通に座ったらここからしか映んないからこうやってしゃがんでます。今めっちゃ猫背です。寝転がってると思いましたか？めちゃめちゃ猫背マン、こうやって猫背ちゃんです。バックトゥザフューチャー面白いよ。そうだよ。え、見たことある？ん？え、見たことない。あ、ない。うん、そうだよって見たかんない違う違うやつ、またそうだね。うん、バックトゥザフューチャーも大好き。曲だけわかるよ。トゥーアン、トゥーアン、ヤギちゃん、ヤギ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 、あ、言ってたやつ。いや、これは違う。うわあ、私は映画はもう映画館がずっと中学生の時からトラウマだったから、うんうん、ずっとね、そう、ある事件が起きてトラウマずっとあったからあんまり。ここめっちゃ大事なシーンなの。もう本当にこの人嫌い、超悪い。自分の親ね。悪いの？自分の親。これどんぐらい、あのさ、スパイファミリーのあの意地悪なさ受験の、いや、どっちが悪い？いや、もうね、圧倒的、え、もう圧倒的。そういう悪さとかじゃない、もうマジで悪い。もうやだ、私人間の嫌なとこ見たくない。そう、ベラリア、もう人間やだやだ。どうして嫌な人間がいるの、このように。本当に見てほしい。だから多分録音しとったんかな、分からんけど。何事？おじいさんは体が悪いんよ。うん、あー見て。え、何すんの？最悪じゃん。おじいさんが使ってた杖なんよ、さっきの。うん、最悪。あー、やだ、バレたよ。私もうやだね、やな人間。でもね、こういう映画ってね、うん、悪いやつは、うん、ウェーっていう悪いこといっぱいしてる人は最終的に悪いことをしたからそうなるんだってなる。うん、確かに。じゃない？確かに。ちゃんと罰が与えられてる。そう。やだな。私はなんでこんなに英語を知ってるかっていうと、パパがよく見せてくれてました。あのお家によくブルーレイとか DVD とか、あとあの、まあ、Hulu とかで。ね、そういう時代になってからは、うん、お父さんが見ていいよって言ってくれたから結構映画見てる。あとユニバ系のやつはユニバ行く前に見ました。ウォーターワールドとかジョーズとか。ジョーズもね、いいよ。でもね、あーってなるけど、ジョーズもいいです。サザコも見せられました。サザコ VS リングとか、うん、サザコ VS ジュオンも見せられた。怖いやつ、やだな。映画ってでもいいよね。かっこいい。名作、あ、そうそうそう、有名なやつはめっちゃ見てるか。でもミッションインポッシブルとかは見たことない。ここ怖いシーンかも。いや、まだだ、まだここ入ってくるとか、まだ怖くないし。ほら見て、これ上手、買おうとしてる人たちなの、恐竜を高値で。最悪ね、悪い人たちだ。
人間の嫌なところにちょっと気持ちになってるだけ。あら、そんな立ってたんや。どうしたの？